こんにちは。星座チャンネル、アンナと、ハナと、アキと、カズです。よろしくお願いします。本日も皆様にミャンマーのニュースをお届けいたします。本日までのコロナの状況です。あ、今日ね、うん、ちょっと花売ってるの子供を出して、お菓子あげました。すごい、いいニュースだ。それは会ってるは4年だけですけど、お菓子で全部あげてみんな食べてくださいと言っていました。なんであげたの？可愛いだから。可愛いからこの私も可愛いよ、花。いや、全然可愛くないです。なんで？私も食べたい。ほな、パパは可愛くない？ママ？そうね、ママは。ちょっと子供、その可愛い小さいな子供でちょっと鼻を打って、そう、かわいそうなと思った。かわいそうね、かわいいよね。かわいし、かわいそうし。道で鼻打ってる子たちはマスクとかしてた？はい、マスクとは、自分で、やっていました。でもあげてないです。子供何歳ぐらい？何歳ぐらい、5歳、6歳ぐらいだ。ハナ、どこ行ってきたの？中国内の下で。お店の近くの方の交差点？その場所で子供たちいっぱいなね。そうだね、子供いっぱい、はい、嬉しいな。あんまりちょっと5歳ちょっとぐらいだけかかる。うん、いろいろなお菓子買って。優しいな、偉いね。ドキドキです、ママ。いやいや、大事だよ。ハナね、何回？そう、1年は1回だけ。それが今日だったのか。はい、今日です。ちょっとね、マスクよりお菓子とか食べ物の方はいいと思う。マスクもいいだよ。いいですけどね、でもやるかな、やらないかな、わからないから、お菓子から食べるでしょうね。確かに、そうそう。子供だから。口痛めるね。はい。私は何もしないの。日本語の勉強方はね、多いから、もう時間も足りない。先生厳しいからな。いっぱいから大丈夫よ。今の時期は何も仕事もいないから、日本語勉強だね。そうね、いろんな言葉を覚えて、もっとね、丁寧に日本語を話せるといいね。そうですね。社長は仕事忙しいですか？社長は忙しいです。ちょっとね、いろいろと今週はね、選挙がありますね、11月の8日にね。はい、うん、それまでにいろいろと準備するものがあって、選挙の日までにみんなにね、選挙って何ですかとか、こうやって投票するんですよとか、2人とも分かる？ヤンゴンにはタウンシップはいくつありますか？前私にね、ナミちゃん言いました。何だった？28、34、28。アナはいくつだと思う？わかんない。知らない。いやいや、教えて。私忘れた。いつも間違ったでしょ、私の言葉。そうそう、それが面白いから今聞いてるんだけど。40ぐらい？お、アナの方が近いよ。34。45年。多いね。で、そう。そういうのとかさ、あ、みんな知らないじゃない？はい、あ、そうね、知らない。それ社長は上手ね。そう、そういうのをみんなが分かるようなテレビの番組を作るのね。それの編集したりとかを今してます。来週レコーディングがあるから、はい、そのために準備しなきゃいけないから、いっぱい今動画を作んなきゃいけなくて大変です。難しいね。そう、でもね、これのおかげでね、10月みんなに給料が払えるよ。やったね。はい、ありがとうございます。なんか私、道をめちゃくちゃ聞かれやすいんですよ。あー、あるある、そういう人。はい、あれなんか、まあ、いろんな説があるらしいんですけど、一説では、うん、自分より弱そうな人に話しかけてるっていう本能的に。あ、なるほど。はい、っていうのを見て、あ、そっか、弱そうに見えるんかって思いましたね。僕もね、結構そっちですね。弱い。いや、僕3年前ぐらいにダウンタウンを歩いてた時に、
ミャンマーのその時はロンジー履いてて、はい、ミャンマー人だと思われたのね。あの日本人から話を受けられて、excuse me、I want to go to あ僕大丈夫ですよって。ちなみに私も海外で日本人に道を聞かれたことあります。あのどっか行きたいんですけどって言われて、まあ、その時迷子だったんで私が逆に教えてくださいと。私は知らない。そう、私も知らないし、あの教えてくれと同じガイドブック持ってるしと面白いんだけど。僕ね、一番ひどいなと思ったのが、はい、ミャンマー人に、はい、ミャンマー人と思われて、はい、なんかミャンマーの田舎の子かな多分、はい、でこう、ここに行きたいんですけどって言われて、はい、ああそう、いいミャンマー語で頑張ってしゃべってる。その時もロンジーだったんですか？だいたい僕ロンジーですよ。それ前ではずっとロンジーだったもんね、二人ともね。はい、そうね。ずっとロンジーでおじさん、おじさんおじさんみたい。ずっと心配されてた。あのロンジーはあのこっちでパンツ見えちゃうからやめてくださいとか。大丈夫か。そういえば。あれさ、アンナとハナいたかな、前さ、どっかのインターンの若い男の子がさ、星座に夕方くらいに来た時があってさ、うん、その子ロンチに来てたんですよね、うん、そしたらね、落ちちゃった。若くてね、可愛らしい男の子だったんで、私は幸せでした。あれ、あの話だ。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それではアンナとハナとアキとカズでした。バイバイ。じゃあママから。嘘みなさんこんにちは。レーダーチャンネル。なんでなんか急に IQ が下がったんで。はい、アキと。あ、もう大丈夫。誰か止めて。ハナと。はい、続けなくていいから。ハナと。はい、カズです。よろしくお願いします。本日もいつまでやるか。本当だ、はい、やりますよ、やりますよ。はい、花から、あ、アンナからでしょうかな。アンナから、あの、はい、僕がねパンツ履くでしょ、はい、で、あの田舎で洗濯して干してるとさ、みんな僕の下着取ってくのよ、はい、なんかすぐなくなるの、僕の下着が。なんで？わかんない。みんな欲しいんじゃない？私は田舎ですか？どうした？あのシャンですね。あ、シャンシルだ。そう。いや別にさ、欲しいんだったらあげるけどさ、使ったのを取ってかないでほしいんだよね。あの、いっぱい欲しいんだったらちゃんと新しいの買ってあげるからさ。恥ずかしいかな。恥ずかしいし、ちょっと嫌じゃない？人が使った下着履くの。持ってかれる方も嫌ですよね。そうなの。自分の着たいやつが誰か知らないおっちゃんに履かれてると。あのね、あとみんなで住んでるから、うん、もう10人ぐらいで一緒に住んでた時は、うん、もうよく僕の下着と服全部持ってかれてたから、なんか服ないなと思ったら、なんか隣の家のおっちゃんが僕の持ってた服着てて、いやカズって言って、いやちょっと待って、それ僕の、私の服だよ。そうそうそう。普通だった。普通だったんですね、うん。なんかそこで申し訳ないなとか、まずいなとか、なんかそういうのはないんですね。なんか普通だった。もう僕もなんか何も言わなかった。あ、その服かっこいいねとか言って。
そう